はい、では今ただいま ご紹介に預かりました久保田と申します。よろしくお願いいたします。雨の土曜日のしかも夕方にですね、わざわざご参加いただきましてありがとうございます。お時間1時間半全部でいただいていますが、40分ほどですね、私の方からお話しさせていただいて、その後は質疑とできればと思っていますが、あまり堅苦しい内容もどうかなと思うので、比較的柔らかい内容で今日ですねお話をさせていただきたいと思いますので、気楽に聞いていただければと思っております。でまず今回ですね、四大監査法人という話がありますけど、皆さんビッグフォーという話っていうのは聞かれたことっていうのはありますか？ビッグフォー、大体新聞等でいろいろご存じ、見られたことあるかなと思いますね。世界で見た場合でも、いわゆる会計監査のところですと、4つの大きなですね組織がほとんどのマーケットシェアを占めていると。で、俗にビッグフォーとあります。でこれは元からビッグフォーであったわけではなくてですね、昔のその会計士と監査がまだ早々期出来上がりだった頃から、いくつかの有力な監査法人が合併してなっています。ちなみに私、会計士二次試験合格したのは大体20年ぐらい前なんですけど、その時はビッグシックスだったんですね。でそれが、ちょっと自己紹介を兼ねての話になりますけど、私1996年に会計士の二次試験合格しております。でその当時まだビッグシックスと言っておりましてですね、一番大きいのが当時アーサー・アンダーセンという監査法人ございまして、その他にですね、今私ども PWC の元の法人になりますですね、プライスウォーターハウスとクーパースライブランドというですね法人ございました。ですので今3つあるのと加えて、その3つですね、アンダーセンとクーパースとライブランド、プライスウォーターハウスですね、それ全部合わせて6個あって、ビッグシックスというのが当時あった状況でしたね。でその中で私は当時の青山監査法人プライスウォーターハウスに97年に入所して、それから約20年ほどですね、PWC がいろいろあってですね、法人自体が変わったりとかですね、あと私が外部、海外の PWC ですね、アメリカのシカゴなんですけど、そちらに出向してたりとかしましたので、会社名はいろいろ変わってますが、約20年一貫して PWC におります。というキャリアの中でですね、じゃあなんで私がこういう仕事をして今ここにいるのかという話を今日お話しさせていただきたいと思っております。あまり細かいお話はしないので、手元の資料は特にご覧にならなくても大丈夫かなと思います。でまずですね、一番最初の今日プロフェッショナルというタイトルにさせていただきました。で会計士って皆さん受験されている今目指している中という職業の一つですけど、実際ですねこの後お話したいと思うんですけど、会計士という中で仕事で考えるとですね、会計士という枠、その会計という言葉でくくられるのが結構難しいんですね、実際の仕事を見ると。で私としては、実際じゃあ自分、あなたは今何の仕事をしてますか、あるいはあなたは何者ですかと言われたとき、私はプロフェッショナルですと答えるようにしています。でそのプロフェッショナルの仕事は何があるか、なんでそれを選んだのかというところをまずお話ししたいなと思ってますが、そのときにまずプロフェッショナルファームですね、これ言葉なんですけど、まずどういうところかっていうところを考えるときに、一つですね重要な言葉があります。お客さんとクライアント、書きましたね。世の中のいろんな企業分析とかですね、話をすると顧客満足度とかですね、お客様第一とかって話ありますよね。この言葉って、一般的にその企業が売り上げのある企業だったら必ず使う言葉だと思うんですね、お客さん。ですが我々プロフェッショナルファームの場合はですね、お客さんって言葉は使いません。で逆にここに書いてあるようなクライアントっていう言葉を使います。これ何ででしょうかね。でそこに私はプロフェッショナルのプロフェッショナルたるゆえんがあると思っています。でちょっと小ネタになりますけど、クライアントって言葉ってどこから来たかって、クライアントっていろいろありますよね。システム詳しい方だとサーバーでサーバーとクライアントとかですね、言ったり言う時に使ったりしますけど、もともとクライアントって言葉はですね、私の知識を間違えてなければ、昔の古代ローマのところなんですね。ローマでこう有力な政治家が政治家に対して陳情を通してもらいたいというような依頼をしに来る人ですね、これがクリエンテスという名前で、そこのクリエンテスが今の後になって語源になってクライアントという言葉になったというふうに私が理解しています。つまり当然政治家から見ると、その当然自分の子分というわけでもないですよね、投票してくれる人なのでお客さんではないわけですよね。
何か自分に頼み事をしてきてくれると。でその頼み事に対して期待に応える相手っていうのがクライアントっていうことなんだと思います。ですので我々プロフェッショナルはこれは会計士に限らず弁護士でも税理士さんでも同じだと思うんですけど、目の前にいるお金をもらう相手というのはお客さんではなくて、何かその我々の持っているプロフェッショナルとしての技術、その技術に対して依頼をしに来た人の依頼に応えるということで仕事をしています。だからお客さんではなくてあくまでクライアント、依頼人なんですね。でこの言葉を我々はすごく大切にしています。お客さんと思ってしまうと、お客さん第一なので頭下げましょうとかですね、お客さんのためには妥協しましょうとかですね、いろんな話出てきますよね。でもクライアントは違うわけです。何かもっと大きなもの、大きな目的とかがあって、その中の中で我々に仕事を依頼しに来てきたもの、で我々の技術に対して信頼してきてくれた人、それがクライアントですので、我々は目の前のクライアントに対して時にはお金をもらうとしても厳しいことも言いますし、彼らの意に沿わないこともやります。なぜなら我々が仕えている、仕事をしている相手というのは目の前のクライアントだけではなくて、もっと大きなもの、まあちょっとかっこいい言葉でね、社会正義とかですね、我々よく英語だとパブリックインテレストって呼びますけど、公共の利益のために仕事をしているですね、監査の場です。それがまず最終的な、ある意味本当のお客さんという言葉を使うんだとすれば、我々にとってのプロフェッショナルにとっての相手というのは公共の利益、社会の利益そのものがお客さんであって、その利益の中で資する目的で依頼してきた人たちがクライアントです。ですからお金をたとえもらうといってもクライアントに頭を下げて卑屈にすることはない、なることはない。それが我々プロフェッショナルとしての仕事の普通のところの人との違うかなと思っています。とはいっても皆さん監査の仕事をしていると、いや会計士って監査専業だと、まあ、監査会計士しかできないということになってますので、監査法人入ったら当然監査やるんでしょうというイメージあるかと思うんですよね。で、じゃあ今目指して勉強されて入った後どんな仕事をやりたいですかとか、周りの人に会計士っていう方は何してるのって言ったら、やっぱ監査しますって話になるように思います。ところがですね、ちょっと次のスライドですね、どんな世界があるんですかっていうと、こんな世界もあったんですね。これ3月ですね、2月の下旬から3月の上旬でですね、バルセロナ、スペインのバルセロナで開催されたモバイルワールドコングレスっていうですね、携帯電話とか、まあ、いわゆるモバイルビジネスに関する世界最大の、なんですかね、見本市って言ったらですけど、ショーみたいなんですね。でここを有名な話だと、例えばソフトバンクの孫社長ですね、が基調講演をしたりとか、世界中の新しいスマホとかですねタブレットの商品発表がされるということで非常に有名な会議なんですけど、そこの中でですね PWC、 我々ですねブース出しています。この右側下ぐらいですかね、PWC って書いた中でモバイルワールドコングレスの中で、このこれはロジャーっていう番、私と一緒に仕事している、まあ、アメリカのメンバーなんですけど、講演をしてたりします。でこれ会計士の世界とかですね、監査の世界からなんでこんなところで講演する人が出てくるんだろうってイメージって思いませんか。で普通に確かに皆さんの監査論とかですねやってる中からすると、直接ここに関わるような話はないと思います。ただ実際これ PWC がですねブースの中に、ね、こう真ん中の大きな方の絵を見ていただくと分かると思うんですけど、いろいろですねブースがあるんですね。ここだと企業名は具体的に出てないかな、まあ、いろんな企業があってこう大きなブース出すところもあるし、ちっちゃなブースもあるところなんですけど、 PWC もですねこうブースを作ってですねこう展示品をしたりとかですね、 PWC だったらこういうソリューションがありますみたいなですね説明会をする場所を作るんですね。でその説明会をする場所以外に、ね、右下のところのような特別なこう講演会スピーチをやったりとかします。でそこで話をするのは、この先モバイルビジネスっていうのはどう伸びていくのか、どう変わっていくかと、それに対して企業はどう動くべきかみたいな話をします。でそこはもう監査をはるかに超えた世界だと思うんですね。でも私監査担当してますけど、その私がバルセロナに行ってます。なんでかというと、私のクライアントがここの中で、私すみません自己紹介がまだ途中までだったんですけど、監査とですねアドバイザリー業務大体半分半分ぐらいやってます。
関西はですね、主にテクノロジー業界ですね、通信事業ですとかインターネット絡みの企業の監査を行っています。で、残りの半分がこれアドバイザリー業務なんですけど、主に、これも IT 企業ですかね、 IT 絡みの企業に対して会計のアドバイザリーもあるんですけど、内部統制のアドバイザリーとか、あと元大きなその海外進出に関するアドバイスですね。ある会社、その会社からですね、海外の会社買いましたと、買うのは簡単なんですよね。でも最近いろんなところで減損の議論が出てたりすると思うんですけど、この前だと郵政さんがオーストラリアの会社の減損とかって話です。日本企業ってことごとく海外企業の買収で失敗するんです。で、なんでかっていうと、これ PMI っていう言葉あるんですけど、 PMI って言葉皆さん聞いたことあります？ある人からないですけどね、英語の略でポストマージャーインテグレーションっていうんですけど、ポストっていうのは後って意味ですね。で、マージャーっていうのは合併とか買収ですね、合併ですかね。で、インテグレーションっていうのは統合なので、ある会社が他の会社を買った時のその統合、買収後の統合をどうやっていくかと。で、実は買収って買うのは簡単なんです。それも金出したら買えるわけですね。これまたさっきのソフトバンクの孫さんのよくで、3兆円出したらどんな会社も大体買えるわけですね。なので実は買収って難しいのは、買うこと、もちろんあります、お金いかに安く買うかっていうのはありますけど、でもそれよりかは買った後にどうやって統合して成果を出していくか、これってものすごい幅が広くてですね、例えばちょっと皆さん思いつくのはですね、帳簿ですね。例えば A 社と B 社同じ事業だったとしても勘定科目の体系って違かったりするんですよ。そうするとある会社は、どうですかね、売掛金って呼んでるものを他の会社では全く同じものなのに未収入金って呼んでるかもしれないですね。そうすると2社をですね、連結しますと、合算します。合算した時に同じものなのに2つの勘定に行ってしまうということが出てきちゃうんですね。なので例えば会計を統合しなきゃいけない、あるいはもっと分かりやすい話です、給料。 A 社の給料は年間分かんないですね、500万円で、同じ仕事をしているのに B 社では600万円だったとします。A 社の人に納得いかないですよね、同じグループで同じ仕事をしているのに。とするとその待遇を統合しなきゃいけないんじゃないかって話が出てくるわけですね。で、こういうところをなおざねにして放っておくと、せっかく買収した貴重な会社の人材がなくなってしまったりとか技術が流通しちゃったりします。それで統合が失敗して、ああ買収失敗だから減損しましょうみたいな話になっちゃうわけですね。で、そういうことがないように、私の自己紹介に行ったんですけど、PMI というののサポートをしていまして、海外の会社買いましたよと、じゃあ買った時にですね、どうすればいいですか、あ、分かりました、じゃあこういうことが必要ですねって話を私の方から提案してですね、その提案に対して、例えばアメリカの会社買いましたって話でしたら、アメリカのこの地域に PWC だったらこういうメンバーがいますと、人事の担当のコンサルティングメンバーがいます、システム担当がいます、会計も税務もいますと、じゃあこのメンバーの専門知識を生かせばあなたの会社の統合っていうのを万事サポートすることができますので、一緒にやりませんかっていう話っていうのを私の方でアドバイザーとしてやっています。これは PWC ってですね、世界の何カ国にあるかというと、実は157かな、7でしたっけ、7カ国にあります。157っていうのはさすがにこれ全部行ったことある人いないと思うんですよね。それだけあって、都市数だと多分700ぐらいあるね。なのでほとんどの人が海外旅行に行くところには必ず1カ所 PWC があるような状況ですね。とするとそのある会社がどこの国のどの町の企業を買ったとしても、必ずそこに PWC がいて、そこで専門家がサポートできるわけですね。なのでそういうのを私の方は日本から組織して、どこで出てっても必ずその PMI の統合がうまくいくようにっていうのをサポートするというような仕事をしています。で、そうですね、で私の仕事ちょっと元に戻ってですね、で仕事が監査とそのアドバイザリーの半々っていう話をしましたけど、で監査もアドバイザリーもベースになるのはですね、ビジネスに対する理解なんですね。で私で言うと IT 企業なので、まさにこのモバイルワールドコングレスのような形でですね、この先この業界は一体どうなっていくのかということに対して、私自身が知見を持ってないとお客さんと言われずにクライアントですね、クライアントに対していいアドバイスもできないですし、監査をするときにどこが監査上問題になってくるのか、将来このビジネス伸びるのか伸びないのか、この資産は使えるのか使えないのかって話をするときの前提知識がないわけです。したがってこういうところに私が参加する必要が出てくると。で参加するときに、ただ私は監査とかアドバイザリー、そういうですね、会計絡みの PMI のアドバイザリーとして参加しますけど、コンサルティングやってるメンバーも PWC の中にいるんですね。
全く全然いわゆる戦略コンサルティングみたいなですね、業界で言うとマッキンゼーさんとかですね、ボスコンさんとかすごい有名ですけど、いわゆる今後事業戦略をどう立てるべきかとか、人事戦略をどう立てるべきかっていうのを専門のメンバーもいますし、あとシステム専門のメンバーもいるんですね、PWC だと。新しいシステムを全世界で導入すると、あるいは買った会社に対してシステムをこう合わせるのにつなげなきゃいけないと。そういうような話あるときのアドバイスをしたりとかですね、実行するためのメンバーっていうのもピルバシの中にいます。そういうメンバーがここに一緒に集まって、今後どうなるんだろうって話を、この右下みたいにスピーチする場合もあるし、そこに来ている通信企業の人たちとお話をして、こんな話できませんかねと話を一緒に話をしたりとかするというようなことがあったりします。ということで、まず一つですね、私自身がお話したいのは、私は今、監査、会計士の資格持ってますけど、じゃあ私が自分自身を定義すると会計士なのか監査人なのかと言われたら、それだけじゃなくて私は一人のプロフェッショナルだと思ってます。で、そのプロフェッショナルが何やってるかというと、このような監査よりもっとはるかに広い領域でいろいろな仕事をやっているということが言えると思いますし、その仕事を楽しんでいると言えるかなと思っています。と言ってですね、じゃあプロフェッショナルのプロフェッショナルってさっきから言ってるけど、どんなところがですね、普通の、いわゆるビジネスパーソンですね、世の中で最近ビジネスパーソンという言葉は難しいけどね、昔だとサラリーマンと OL という言葉で済んだんですけど、最近そうつかないですね。ビジネスマンっていうのは、これだとマンだけで女性が入れないので、ビジネスパーソンという言葉にしてるんですけど、やっぱ大変なところあるわけですね。そんなさっきみたいに偉そうにですね、いろいろやっぱアドバイスしますとかですね、言ってる以上は、それは普通のビジネスパーソンと一緒じゃいけないわけです。でまず最初何が大変かということをちょっとお話したいんですけど、1点目ですね、規制があります。これ会計士であればまず最初分かります。公認会計士法というのがあって、何々しなきゃいけないとかですね、極端な話ですね、前科者ですね、前科があると会計士になれないですね、登録ね。そういう話でなので、こうちょっとよくあるのが、例えば車とか乗るときだって、本当に車変に事故とか起こしたら免許剥奪になりますよみたいな話もあるので、それぐらい厳しい世界でいろんな規制があります。例えば会計士の監査やってる場合に一番多いのが独立性ですね。監査の中で監査人が監査をできるゆえんは独立性があるからっていうことって、皆さん一番監査の一番最初にあると思うんですけど、あれ独立性守るのってすごい大変なんですよね。分かりやすいのっていうのは株ですよね。自分が監査している会社の株を買っちゃいけません。そりゃそうだなと思うんですね。ですけど、例えば私、パートナーとしておりますけど、新た監査法人、PWC新た監査法人監査している会社って大体、東京だけでも1000社ぐらいですね。と1000社の株を持っちゃいけません。しかも世の中の会社がいつどんな形でクライアントになるか分かんないわけですね。私どもで言うとですね、去年シャープさんがクライアントになりましたけど、なんで私どもクライアントになったかというと、シャープさんの親会社のホンハイですね、あれが PWC のクライアントなんですね。なので私どものクライアントになっていただいたともあるんですけど、そうするとですね、日本のどの会社でもどっかの我々のクライアントに買われる可能性あるわけですよね。その瞬間に独立性に引っかかる可能性があるので、 PWC では株の保有が全面禁止です。でもしかしたら皆さん、だから株屋ってことはないですけど、株屋のが好きな方いらっしゃるかもしれないですけど、うちになると株できないんですよね。でそれ以外にもっと厳しいのは、例えば銀行絡みのクライアントとかですね、保険とか証券、これもクライアントの保険とか、証券口座作れないんです。であと外貨預金、これもですね作れないんです。なんで作れないかというと、外貨預金っていうのはですね、預金保険機構って皆さん聞いたことございますかね。普通預金って1000万円まではですね、基本的にカバーされてるんですね。預金保険機構あるので、どんなにその銀行が倒産したとしても預金自体は残るっていうような仕組みがあるんですけど、外貨預金はその対象外なんです。したがって1円でもあったとすると、もしかしたらその銀行が倒産したとすると影響を受けるかもしれないので、利害判断があるかに影響する可能性があると。したがって1円たりともその外貨預金の口座を持っちゃいけないですね。でこんだけ厳しいと、なんかあれですよね、よく世の中でいろんなこう老後資産の作り方みたいな話あるじゃないですか、本とかほとんどできないですね。で私の奥さんもたまにこう銀行の人とかで話をしてですね、こんないいおすすめの資金運用手段がありますよって持ってくんですけど、もう絶対ダメですね、ほとんどできないというので、なんでこんな窮屈をしなきゃ、窮屈な人生を送らなきゃいけないんだっていうぐらい、正直規制いろいろあります。
まあ、独立性が分かれやすいところですけど、あとそれ以外にインサイダーとかですね、インサイダーもあの事務所内でですね、さっきの話、独立性はとりあえずその監査クライアントに関わる話なんですけど、インサイダーってなると監査クライアントじゃなくてですね、私がやってるのはアドバイザリーのクライアント、そこでの情報っていうのも当然極秘の情報に接するわけですね。例えばさっきの買収絡みの話でいうと、買収をする前の段階で私に相談来るわけですね。久保田さんと、今度あの会社、あの国のあの会社をこれぐらい出して買っちゃうことになったんだけど、そういう場合ってどういうふうな準備を今からしとけばいいっていうような相談来るわけですね。その話を知った瞬間に私はインサイダー情報を、しかもものすごい株価に影響するインサイダー情報を持つことになるわけです。なので当然株の売買とかできないわけですね。それを考えると、一切の株あるいはその、事業 の, その存続とか、業績に影響するようなものっていうのは全く持てないって話になるということで、まあ、インサイダーも含めて独立性とかですね、非常にレギュレーションが多い中で、まあ、厳しく自分を律さなきゃいけないっていうところはあると思います。なんとなくあの経済的な意味であのお坊さんとかですね、そういう、こう修行僧みたいなところですね、生活をしなきゃいけないところは実際あります。それからですね、もう一点、これちょっと最初ネガティブな話ばかりしますけど申し訳ないんですが、勉強ですね。これは皆さん今すごい勉強されてると思うんですね、なんでこんなに会計士勉強する項目が多いんだと思われると思うんですけど、これ入るとですね、さらに勉強する項目が増えるんですね。まあ当然あの会計監査、これ予報勉強しますってなるんですけど、よくよく考えてみると会計っていったところですね、会計基準っていっぱいあるわけですね。で、新たな中、ピロシーの中ではですね、日本基準と国際基準、IFRS と米国基準、これは大体ほとんどみんな使ってますので、会計基準が3種類。それと監査基準、これも国際監査基準と、まあ、米国の PCAOB 基準と、それから日本の監査基準ですね、3種類。これだけでも6種類勉強することがあるわけですね。でそれで何とかなるかというと当然なるわけではなくてですね、まあ、皆さんでいう今経営学とか民法とか、あの民法というのは会社法かとかですね、そういう法律の勉強も必要ですし、税務の勉強も必要ですし、からあの例えばバリエーションという、買った会社 の, あの時価評価ですね、時価評価するときに経営であのディスカウントキャッシュローの話とかあると思うんですけど、ああいう話っていうのは専門家と渡り合って話をしなきゃいけないので、ファイナンシングの本というのも結構勉強します。で、まあ、あと当然英語、まあ、皆さん企業グローバル化してますよね。あのさっきの話でですね、アメリカの会社買ったんですと、それに関してちょっと現地に行ってアドバイスしてくださいって言ったときに、すいません、ちょっと私英語かっていうわけにはいかないわけですね。本当、分かりました、任せてくださいって言って一緒に行ってですね、の状況によってはですね、相手とですね、英語で渡り合わなきゃいけないですね、買った相手の会社と。っていうような英語力もいります。それから、システム。これ今皆さんシステムの勉強って直接はしないんじゃないかと思うんですけど、実際ですね、実務やってみるとですね、あのほとんどがシステム知らないと仕事にならないんです。で今簿記とかやってると当たり前ですけど貸借来ますよね、貸し方借り方両方来るじゃないですか、あ来るとか仕分けってそういう形で出てきますよね。実務でいると仕分け片方しか出てこない、借り方の情報がバーッと出てきて、一方で貸し方の情報がいっぱいあるんですね。でシステムが別々にあるので、その仕分けの形で見れることってほとんどないんですよ、実は。そうするとじゃあこの貸し方情報はどこから出てきて、借り方情報はどこから出てきて、そこはどういうシステムを通ってんだと。でそのシステムの仕様ですね、これは何ていうシステムで、そのシステムはこっちとこっちは同じシステムなのか別のシステムなのかっていうのを分かんないといけない。こんな勉強って最初からやるしかないわけですね。まあ、もちろんあれですよ、そのプログラマーみたいな超専門家、 SE の人みたいな専門的に知る必要はないんですけど、でもやっぱり会社のシステム担当の人と、いやこういうふうにデータが流れてきて、そうするとここで問題がありますねって話ができないと、監査もアドバイスもできないということなので、システムの勉強が必要だったりします。とうとうですね、非常に多くの勉強が必要になるということで、絶え間ない勉強の連続になります。あとそうか、あとそもそも根本的な話でさっきのモバイルワールドコングレスの話に関わりますけど、ビジネスの勉強ですね、これを知らないと非常に大変です。私のですね、部署が、今あの第一製造流通サービス部っていうんですけど、主にあのハイテク企業、まあ、さっき話しましたハイテク企業とか IT 企業を担当してます。ということはですね、最近あの新聞見ると、まあ、いわゆるバズワードってのありますけど、AI だとかですね、ロボティックスとかですね、ビッグデータとかですね、ああいうこうなんか、それっぽいって言ったらかもしれないですけど、かっこよさそうな言葉あるじゃないですか、あれやっぱ知らないといけないんですね。私 の, あの例えば、CFO とお話ししたときに、いや今度我が社もですね IoT の業あのビジネスにいよいよ乗り出すことになりましたって話になったとき、 IoT って何でしたっけっていうふうに聞くわけにはいかないので、やっぱりビジネスの勉強が非常に必要です。
それって私のテクノロジーの業界ではまあテクノロジーの話ですけど、例えば別の部署ですね、我々の中だと第二製造業というのは化学産業とかやってるぞ。それと石油に詳しい人とかいてですね、石油の採掘の場合の会計処理はどうなんだって話もあるんですけど、その前提として石油ビジネスってどうなんでしょうかと。で最近そのなんだ、最近でもないかな、シェールガスとかですね、ああいうのって今後どういうふうなあの比率で伸びていくんだろうみたいな話とか、シェールガスの採掘の仕方みたいな話を知らないと会社の人とはお話できないんです。とすると皆さんどんな企業を担当するかによって、その企業のビジネスの勉強というのが非常に必要になると。これも勉強していかなきゃいけない理由の一つということで、初めてそういうことを全部成し遂げてやっと一人前のプロフェッショナルになっていくということができます。ただ、さらにもう一個あってですね、ソフトスキルと。ソフトスキルって言葉は、まあ、聞いたことはある方、ない方いらっしゃるかもしれないですけど、まあ、いわゆるそのテクニカルなスキル、今申し上げたね、勉強のテクニカルなスキルに対して、それ以外のスキルということで、まあ、例えばこういうところでお話しするような、プレゼンするとかですね、あとは、ネゴですよね。私は、監査の話ですよ。お客さんがどうしても、お客さん、クライアントがどうしても、この仕分けは入れたくないと、ちょっと減損するのはまだ早いって言ってる時に、説得するわけですね。どうしてもこれは入れないとダメですと。でそのためにはこういう話で講談会して、あとは社内でもこういう話で説得していきましょうみたいな話をしないとできないわけですね。そういうようなネゴシエーションっていうのをやらなきゃいけない場合もありますし、あとはチームリーディングですね、監査法人の監査、まあ、あるいはアドバイザリーのですね業務もですね、ほとんどチームであります。一人でやることってほとんどなくて、まあ人数によりますけど3人とか5人の場合もあるし、多い場合ですと私なんかでも30人ぐらいのチームを率いていますけど、そうするとそういうチームのみんな一人一人目配りして、まあ、モチベーションですね、やる気出してもらって、でこの方向一緒にやるぞというふうに引っ張っていかなきゃいけないですね。と会計の話だけひたすら勉強してると、そんな話って出てこないじゃないですか。相手の心を読んでですね、ここでやる気を出させるなんか ないわけなんですけど、でも現実に必要とされると。そこまでできないと、よくですね、テレビドラマとかだとコンサルタントってなんとなく一人で全部できちゃうのはスーパーマンみたいに見えるじゃないですか。かっこよくなんかこうなんだ、社長とかの前に出てですね、いやこれがあなたの進む道だみたいな話をバンと言えるというコンサルタントが出てきますけど、ああいう人ってのは基本的にはほとんどいないわけですね。かつ重要なのは、ああいう話をする前の段階で必ず裏付けの作業、膨大な作業がずっとあるわけですね。でその作業をチームで行って、チームで積み上げた作業と結論の結果を最後にお伝えしに行くわけです。なので必ずコンサルティングにしろ監査にしろ、最後ベースでチームとして動いています。とそのチームをいかに引っ張れるかって話っていうのも必要になります。なので一流のプロフェッショナルとなるためには、こういうふうなですねソフトスキル、人との対人スキルもそうですし、まあそうですね、あとはもっと、すごくさんの、なんですかね、お客さん、クライアントも含めた、クライアントの中の人間事情とかですね、そういうのを推察して、いやこのあの部長には話しにくいでしょうか、私から話しときますとかですね、自分一体何の仕事してんだろうとたまに思うことありますけど、そういうところまで読まないとやっぱり、クライアントから必要とされる、プロフェッショナルになれないということで、さまざまなスキルが要求されます。なのでその最初話しましたですね、いろんな規制の中で修行僧みたいな生活をしつつ、こんなんで勉強していくと、勉強してしかもそのソフトスキルで人間的にも人格でもできなきゃいけないってなると、ほら何が楽しいんだって感じになりますよね。でもここまでできれば本当に一流のプロフェッショナルだと思いますし、まあ、クライアントから尊敬される、みんながついてきているプロフェッショナルになるんじゃないかなと思いますので、そこまでいくと本当に達人の域かなと。まあ、当然私もまだそこまで偉そうに言ってますけど、まだ修行中の身でございますので、いろいろ勉強は必要ですけど、やっぱり本当完成されたプロフェッショナルとそういうところになるというので、それをまあある意味プロフェッショナルと名乗る以上はそういうことがやってんだろうと期待されるわけですね。なのでこういう努力をしなきゃいけないという意味では非常に大変なところが普通のビジネスパーソンに比べてあると思っています。なのでじゃあなんでやるんだと、なんで私はプロフェッショナルをやろうと思ったのかというところですけど、でも私自身が一番大切なのは自由なんですね。働く自由、仕事の仕方、自分のキャリア、何をやりたいかってことを自分で選ぶことができる、これがプロフェッショナルとしては一番大きいメリットだと思ってます。今日うちの人事の人も一緒に来てくれてますけど、人事っていうのがですね、普通の会社の人事の格好とちょっと違うんですね。
普通の会社の人の普通の、まあ、いわゆる一般的な会社ですねの中でのある人のそのキャリア、この人はこういうふうな仕事の経験を積んでどうなっていくかっていうのは基本的な人事の人が大体決めてるわけですね。人事部の方、まあ、よくありますよね、人事部怖いって話聞くじゃないですか。それってそういうところにあるんですけど、プロフェッショナルファームの場合は違うんです。自分が何をやりたいか、どんなキャリアを積みたいか、どんな経験を積みたいか、それによって仕事のやり方から自分のその先のですね進み方っていうのが全部決まっていくと。なので全て自分から始まるんですね。だからそういう自由があるということは大きく違います。で、私自身は仕事をするときに自律的に仕事をしたかったんですね。自分で考えて自分でキャリアを選びたい、誰かに決められたレールというのは歩みたくないと思いました。その観点から言うとプロフェッショナルというのは、まあ、さっき言ったようにプロフェッショナルといっても自称ですからね、誰かが定義しているわけじゃないですね。なんかテレビ出たらプロフェッショナルかというとそんなわけじゃないのですね。あくまで自分で自分を定義するしかない。でも自分で自分を定義する自由があるわけです。ここまでこういうキャリアを積んだから自分はプロだと言えると、その自由があるということが非常に私は大きいかなと思っています。で、そういう意味では服装なんかも実は自由なんでね、まあ、すみません今日ネクタイもしないで来てしまいましたけど、これ今日まだまともな方の格好ですね、クライアントによってはですけど、全く皆さんとそんな変わらない格好でお客さんのところ行って仕事、クライアント行ってですね仕事する場合もあったりします、まあ、そういうところも含めて、それでもクライアントから認められればそれでいい話なので、そこまで行ったら、まあ、プロと見せて認められたらやっぱ自由が出てくるというところがまず一点としてあるかなと。それから次ですね、専門性。これも先ほどまでお話ししましたけど、やっぱりその自由に振る舞うことができるためには誰からも認められた突き抜けた能力っていうのは必要だと思ってます。で、まあ、プロフェッショナル、さっきの前のページでですね散々言いましたけど、いろんな大変なことやります。独立性して、まあ、身を清めてですね、でその後こういろんな勉強もしてですね、しかも勉強したら単に勉強するだけじゃなくてこうなんですか、心を磨くっていうんですかね、ソフトスキルって最後は心を磨く話なんですね。もうなんかどうなんでしょうかね、こう山にこもって修行した修行僧みたいな状況になるんですね。で、そこまでいけば専門性があるわけですね。他の追随を許さない専門性、まあ当然会計士ながらといろいろ専門性ありますけど、自分自身話振り返るのさすがに会計とか監査の話でしたら、まあ、世の中道歩いた100人かにランダムに話聞いたら負ける気はしないですよね、まあ、そうじゃなきゃこの商売やってられないですけど、それぐらいの専門性、他に対して追随を許さない専門性が身につけられる。で、これはある意味面白さに通じます。やっぱりですね、これどうだろうな、武道とかやったことは剣道とかですね、剣道で見切りって言葉あると思うんですね。相手がこう攻撃仕掛けてくると、でもどう仕掛けてきたとしてもこの次どこをこう、まあ、切られるかつくか分かんないですけど、攻撃してくるか、その形見ただけ見えるというので、どんな形でもいつでも受けができるっていうのを感じて、見切り、もう力量の差がある場合はそうなると思うんですけど、ある程度例えば会計とか我々がやってる会計とか監査の世界でも、まあ、10年20年とキャリアを積んでくると、だいたいこういう処理をした瞬間とか会社がこんな話をしてきた、あるいはこんな数字があるっていう時にですね、これはこの後こういう方向になるだろうっていうのが一発で分かるんですね、瞬間的に。そこまでスキルを磨くと、このある種達観した境地になると。この面白さっていうのはプロフェッショナルじゃないと得られない。いわゆる企業、一般企業だとジェネラリストって言葉ありますよね。いろんな部署何でも平均的にできますっていうのもあると思うんですね。それはそれでいいと思うんですけど、プロフェッショナルの面白さは少なくとも自分の得意な領域においてはもう超人的な能力って自分で言うのも恥ずかしい感じになりますけど、まあでもある種そうだと思うんですね。普通の一般人とは全然違うレベルでの議論ができて仕事ができるようになるという、この面白さがあります。そしてですね、この自由と今言ったような突き抜けた専門性、この2つを持つと初めて独立性を持つことができる。これ独立性ってさっき言ったですね、職業的な株ボタンという独立性という意味ではなくて、何者かに守られたり頼られたりする必要がない、ただ一人の個人として社会に対することができる。よくありますよね、一般企業でさ、こう社長とか部長とか社長になりましたと、だけど辞めちゃったらただの人って話よくあるじゃないですか。プロフェッショナルにはそれがないんです。会社の名前で仕事するわけではない。自分のスキルで仕事をする。でもそのスキルで仕事をするためにはスキルを磨かなきゃいけないですし、自由で独立性を持っている専門性のですね、その力を持った
立場というのが自分として自覚していないといけない。でもその2つですね、自由と専門性を手に入れた暁には本当の意味で独立して会社に縛られることはないんですよね。 PWC って、まあ、皆さんから言えば会社じゃないかと思うかもしれません。で実際あの組織としてはさっき言った世界157カ国で、全世界で20万人ぐらいいるんですかね。で売上で3兆何千億とかありますので、まあ、それは立派な大企業ですと思われるかもしれないんですけど、普通の企業と何が違うかというと、バラバラなプロフェッショナルの集まりだということですね。個々人がそれぞれ自分で専門だと思って、もう専門にしているところの持ち寄って仕事をしている組織なんです。なので個人事業所の集まり、まあ、個人事業者が世の中で、まあ、世界で20万人いると、あ社会で PWC の中ですね、20万人いて、それが協力して仕事をしているっていうのが我々の組織であって、したがってあのプロフェッショナルファームというのは一見組織のように見えますけど、あくまで対等なプロフェッショナルの集まりになります。なので職階ありますね、パートナーとかマネージャーとかシニアアソシエイトってありますけど、それも単にやる仕事の違いです。経験が違うのでやれる仕事が違うというところの差であって、一人のプロフェッショナルとしては対等です。で PWC であれば、少なくともその会計士というだけでもなくてですね、例えば人事、人事の方は人事に関しては私よりもプロですので、そういう意味で言うと人事に関しての意見は私はもちろん人事の方の意見を尊重しますし、まあ、当然会計の話だったら私は、まあ、あの尊重されるわけですね。そういう形でお互いプロとして、プロとしての仲間ですね、同士が集まってできている組織っていうのが我々プロフェッショナルファームかなと思ってます。それはさっき言ったように会社の看板で仕事をしているのではなくて、皆さん一人一人が独立してきた存在、その人たちが集まって仕事をしているということで、ある意味、まあ、ここで言うのは適切かどうかで、いつ辞めても大丈夫ですね。いつ辞めようが会社がなくなるのが、あなたはあなた、自分は自分でいられると、それがプロフェッショナルの生き方かなと思ってますし、いいところと。だからですね、このちょっと絵がしょぼいかもしれませんけど、5つ星でね、私はプロフェッショナルという道を選びました。でそれは一貫して、まあ、何度かですね、監査だけずっとやってるのどうしようかなと思ったけど、正直あります、私の、まあ、もう20年もあるのでキャリアの中ですね、ありますけど、プロフェッショナルであるということを捨てようとしたことは一度もありません。なぜなら専門性を持った自由で独立した存在でありたいと常に思ってましたし、ここはもうでもいい悪いではなくて、皆さんが何を望みますか、仕事とか人生ですね、これから生きていく中でどういう自分でありたいと望むかというところかと思います。私 あまり人に頭を下げるのが好きじゃないショップですね。どうしてもこう会社っていうのがなんとなく納得いかないですね。でもプロフェッショナルってこれいいところはですね、例えば皆さんが合格されてですね、 PWC 入ります、1年目でですね、でも会計処理で何か納得いかないところがありましたと、パートナーが右行ってますと、だからじゃあ右と従わなきゃいけないかというと、そんなことはないです。皆さんが自分で左だと思ったら左をどこまでも貫いていいですし、監査調書で左だったら左で書いていいんです、皆さんの意見、ご自分の意見として。その上で実際の監査調書どうなるかというと、いやアソシエイトの A さんはこういう意見であったと、ただしチームパートナーの B はこういう意見があったので最終的にはこういうふうにすると、まあ、それが B さんのパートナーの意見になるかもしれないし、あるいはパートナーが皆さん1年目、まあ、1年目入った場合ですけどの意見に同意して、じゃあ そっちにしようかって話の場合もよくあります。でやっぱり1年目であっても20年目30年目の人とですね、対等に話をできる、一人の個人として尊重できるっていうのがプロフェッショナルとしてですね、一番私としては楽しいことだと思いますし、生きがい、仕事として選ぶに値する一番の大きなポイントじゃないかなと思います。なので、まあ、もし皆さんですね、これから仕事、まあ、監査とか会計士とかどうなんだろうと思っていらっしゃるかもしれませんけど、そういう意味で一番面白いというところですね、やりがいがあるところっていうのはこのプロフェッショナルであること、つまり自由で専門性があって独立していることというところがあるんではないかなと思います。でじゃあいろいろこう抽象的な話ですけど、じゃあプロフェッショナルで何をするんだというところをもう少しですね具体的にお話したいと思いますけど、まずですね、クライアントサービス、あちょっとだいぶ時間的に話すぎて、クライアントサービスプロフェッショナルという言い方をします。これ実際にですね、クライアントの前に出て、監査とかですね、アドバイスをしたりとか税務のアドバイスをしたりということがあります。これは PWC の中だとですね、この3つの呼び方をします。アシュアランス、アドバイザリー、税務というですね言い方をします。これは実際の提供しているサービスというのはアシュアランスが主に監査から
会計とか内部統制に関するアドバイス、それとアドバイザリー以外ですね、さっき言ったように幅広いですね、システムであったりとか戦略の場合もありますし、もっとですね、人事とかですね、いろんな場合のコンサルティングというのをやっています。あと M&A のアドバイスとかあったりしますね。だから税務、これも、いわゆる税理士の仕事ではあったりするんですけど、単にその税理士の申告書を作りましてだけではなくて、税務戦略ですね、この会社を買った時にどういうふうな買い方をすると税務上一番安くできるかとかですね、あるいは移転価格とかですね、この会社とこの国とこの国でやり取りするときにいくらでやり取りすると税務上問題がないかということのアドバイスをしたりというようなことをやったりするということで、こういうような仕事があったりします。これが皆さんから見て分かりやすい仕事ですね。でこの道を突き進んでいくっていうのがあるかなというのがまず一つですね。でも結構それ以外にもいろんなキャリアがありましてですね、まず1個目、経営者。これ意外と結構ありましてですね、私が仕事してると、いや PWC 元いたよっていうような CFO とか CEO ですね、社長とか財務の責任者の方っていっぱいいます。それは会計っていうことがベースになって、その先に発展することができるわけですね。さっきも言ったいろんな勉強をして非常にこう高い能力を身につけると、その先の道っていうのがすごい見つけやすくなるということで、経営者っていう道っていうのもよくあります。それから学者ですね、これ会計とか経営の学者ですね。私先日ですね、ニューヨークとか海外の PWC のメンバーと話したんですけど、その人大学の先生やってて、大学の先生から今 PWC のタックス税務の部門にいてパートナーやってるという人もいました。なので結構そのアカデミックな世界との行き来っていうのもあります。パートナーがリタイアして大学の先生になる場合でも結構ありますね。このあたりの3つですね、いわゆる本当のプロフェッショナルとクライアントと仕事をする経営者になる、あるいは学者になるっていうのが多いんですけど、これ以外にですね、2つほどあるんですけど、政治家になる人もいますね。意外とこの地域密着だとですね、政治家になりやすいところもあってですね、私の3つぐらい下の後輩、この前もあるところの市議会選に出て市議になってたとかですね、ちょっと後で話してますね。会計士で使った能力があっちこっちで使えるので、こう経営者になる人もいたりします。あとですね、もっとこうじゃ満足できないという方に5番目も用意しましたけど、有名人ですね。何を有名人として定義するかって分かりませんけど、なんとなくこう何人かテレビに出られた方ですね、テレビとか本書いて一躍有名人という方もあったりします。こういうキャリアもあったりしますね。でプロフェッショナルとなった場合にそのスキルを使っていろんなところに出ることができるということなんですが、じゃあなんで私が会計士を選んだプロフェッショナルの入り口としてということを少しお話ししたいんですけど、まずやっぱり会計ということ自体のですね、強みですね。会計って世界共通なんですよね。これ世界で共通のものって実は少ない。時間は世界共通かもしれないですけど、メートルとかですね、度量衡ってあれ違いますよね。日本とあるいはアメリカは違うんですね。アメリカ人と話すとお前の体重何キロだって言ったらポンドで返ってきたりしますけどね。そういうところですら違うんですけど、度量衡すら違うのに会計だけは世界共通なんです。だとすると世界中のどこ行ってもビジネスができる、仕事ができる。それは非常に大きいと思います。あとはどの業界にも必ず会計ってあるんです。病院行こうが、石油会社行こうが、IT の会社行こうが、必ず会計というのがついてもあるんですね。と、どの会社とどんな仕事をしたとしても、会計があれば少なくとも一部は理解ができる、会計をついて。というところがまず入り口で非常に大きいかなと思います。それから次ですね。どちらかというと、これはソフトスキルに近いですけど、ヒアリング能力とプロジェクトマネジメント能力ですね。監査ってオーディットって言うんですけど、オーディットっていうのはオーディオと語源一緒なんです。つまり聞くこと。まずさっきの話でそうですね、クライアントなんですけど、クライアントから話を聞くと、あなたは何が私に依頼したいですかって話を聞かないと始まりませんから、我々の仕事を聞いて始まります。とすると何が問題か、何をしたいのかっていうのを聞く能力っていうのは非常につきます。実際私の仕事もほとんど今やってるものですね、時間の半分以上は人と話して話を聞くことで使っています。それからプロジェクトマネジメント能力とかけましたけど、監査って1年間かけて監査報告書を出していくためのいろんなこう資料を積み上げてですね、証拠を積み上げていく作業なんですね。それをいかに時間通りに終わらせるか、理想考えてきての結果に導くかっていうのは、これかなりの高度なプロジェクトマネジメントが必要になります。したがって監査をやっているうちにプロマネの能力っていうのを身につけることができるということが言えると思います。それからもう一つですね、スキルとしてこのなんかロジカルシンキングっていうと、皆さん本屋行くといっぱい本売ってますよね。
これはコンサルの何だ外資系コンサルの秘訣みたいな話で言ったらいいんですけど、これ何のことはね、監査ですよ。監査って最終的にこの会社の財務収入の数値が正しいということを証明するわけですね。証明するための紐付けはどうしたら証明できるかというのを一個ずつ論理的に積み上げていくんです。この数字はここのシステムから出ていると、このシステムの数字はこの、商標から出ていると、でもこの商標はこういうふうに解釈されているからこの解釈でこういうふうに立ちていいんだという話の一個ずつの膨大な論理の積み上げをやっていくわけですね。それを1年間かけて、それで初めて監査証明というのが出せるということを考えると、そこで監査をきっちりこなしていくということはロジカルシンキングがものすごい鍛えることになります。それからもう一点ですね、リスクマネジメント。これ監査、皆さん監査論を勉強するとリスクアプローチって話すると思うんですけど、やっぱ当然監査って完璧にやっていくとやりきれないわけですね。まあ、例えば売上5兆円の会社とかあったとすると世界中なわけですね。いくら PWC が150破格にあるかといってですね、どうですかね、アフリカのあたりのあるですね、会社の売上を全部見に行くわけにいかないわけですね。実際はどこで重要な問題が起こるリスクがあるかっていうのを察知して、その察知したリスクに対して集中的に手続きをやるわけです。だとするとどこがリスクがあって、そのリスクがあった場合どう対応すればいいかというようなリスク管理の能力が非常に身につくということなんですね。これも監査論の話だけで言うとそんななんとなく意味でつかないですけど、実際の実務は非常にダイナミックで、このリスク管理の感覚があるかどうかというところで大きく変わってくると思います。ということで、以上のようなスキルを積み重ねるとどんなことができるかということをですね、最後にちょっと実例を交えてお話していきたいと思います。まあ、こういう5つぐらいのですね、スキルを積み重ねた、まあ、さっきの先生修行僧にですね、身を清めて厳しい修行をしていくとどんなことになるかということで、ちょっと4つぐらい事例を持っていきましたね。まず1点目ですね、これちょっと私の事例に近いんですけど、グローバルリレーションシップパートナーということで、ある大きな世界的な企業のサポートをするような仕事ですね。これ最初はまず監査から入ります。監査をして、その後海外駐在、まあアメリカでもヨーロッパでもどこでもいいと思うんですけど、海外駐在して、まあ、日本以外の文化で会計とかビジネスどうやって回ってるんだろうというのを身につけると。で、その帰国した後ですね、監査から少し手を広げてアドバイザリー業務ですね。例えば、私なんかあるとアメリカに駐在してましたので、日本企業が米国企業の財務収入を作りたいというような時に、これコンバージェンスっていうんですけど、そうい う, こう会計基準に移行のためのアドバイザリー業務とかあったりしますね。そういうの、まあ、最近だと IFRS とかよくありますけど、そういうような仕事ですねをやったりします。あとは内部動静ですね、 JSOX とか USOX 導入するときのアドバイスの業務みたいな、監査を一歩超えたときのアドバイスの業務っていうのを、まあ、ここまでに監査と海外駐在でベースのスキルがついているのでできるようになると。あとは IPO ですね、いわゆるその新規公開会社を指導して公開まで持っていくっていうような作業っていうのは、というような経験っていうのもこういうのですね、まあ、大体マネージャーになったぐらいの時に積んだりします。ところがですね、この後また研修が入るんですね。ここら辺になるとだんだんこう、入って現場の監査現場分かりましたと、会計の技術も身につけました、海外って英語も身につけましたと、アドバイザリー業務もできるようになりましたと、おもう一流のプロフェッショナルじゃんと思うんですけど、ところがこれから引き入れなきゃいけない人数とか相手をしなきゃいけない人のレベルが上がってくるわけですね。それに合わせてもう一段自分を磨かなきゃいけないということで、リーダーシップ研修の結構あったりします。私とかパーマー、PWC の例だと今年と海外ですね、ニューヨークで研修があったんですけど、それはアメリカのパートナーと一緒に組になってですね、何やるかというとですね、会計の話とかビジネスの話はほとんどしないんです。お前の人生を語れって言うんですね。これまでの人生の中で一番つらかったことと影響を受けた人で、それをみんなでシェアし合って、そのこの先それを辛い時をどう乗り換えるかということをシェアしようって話を、当たり前ですけど英語でやるんです。これね、きついですね。きついですけど、でも終わった後は、まあ、もう本当友達みたいになりますね。でそうすると、その今まで会ったことを見たら、私が一緒に会ったのは主にサンフランシスコのパートナーが多かったんですけど、サンフランシスコがワシントンの何もなければ一生出会わなかっただろうというパートナーとそこで友達になるわけですね。で夜一緒に食事したりとか、なんだお昼ご飯も食べながらですね、いろんな議論をするわけですね。で結構しょうもない議論もありましてですね、この前は今後何やりたいかと、今後 2,3 年で何やりたいかって話を、パーソナル、まあ、個人的な話と仕事の話をしなさいって言われたんですね。で仕事は私なんか、いろんなこうビジネスのイノベーションやりたいみたいな話をしたんですけど、個人的にはどうなんだと、そうだねと、そろそろ子供が中学受験終わるので、奥さんと一緒に遊びに行きたいなって話をしたんですけど、
じゃその中学受験がなんでそんな重要なんだって話はアメリカ人と議論する羽目になってますね。これ英語で言うのはなかなか大変なんですけど、まあいやいや日本 の, あのなんでジュニアハイスクールとハイスクールの制度みたいな話をですね延々とするっていう羽目になったんですけど、まあでもこんな話をするで、そういう話を英語で違う文化の人の、しかもパートナークラスの、まあ、それなりの年齢とポジションと経験を持ってですね、するっていうことで初めてやっぱりリーダーシップとかですね、こうネゴの経験とかプレゼンテーションのスキルというのが磨いてくるんですね。というようなことで、こういうリーダーシップ経験というのが実は後の方ですね、15年とか20年経った頃にやることになります。なかなかですね、その若い時と比べてだんだんこう学習機能が落ちてくるので辛いものがあるんですけど、でもここで改めて自分をブラッシュアップし直すと。で、その上で、ですね、グローバル企業の統括をして、世界中のネットワークを生かして仕事を日本企業とかも含めた企業のサポートをするというような仕事ができるというようなことになります。もう一つですね、ケースですね。会計基準とか興味ある方いらっしゃるかなと思うんですけど、そういう、まあ、ですね、まあ、PwC ってビッグ4なので世界の会計基準の設定には影響力を当然持っています。そういう人ってどういうキャリア積んでるのってことは、あるいはこれある方の事例ですけど、これ女性ですね、監査最初やってましたと。で、日本基準の中に、IFRS とか米国の、まあ、海外の基準ですね、世界的ないろんな会計基準の勉強する機会、まあ、監査であったりとかアドバイザリーも含めた経験を積まれていますと。で、その上で国内の ACS って書いてあるんですけど、 AC ってそうか、 ACS の説明がなかったですね、アカウンティングコンサルティングサービスっていうんですけど、会計の相談に乗る専門部隊のことですね。これは PwC 内の用語なのですいません、一般用語じゃないです。でこれ日本の中でそういうその会計上の問い合わせに関する専門の対応する専門部署に行って、そこでの経験を積みますと。で、積んだ上で海外に行くんですね、ニューヨーク、まあ、PwC ですとニューヨークの郊外のフロアンパークで、ニュージャージー州というのがニューヨークの対岸にあるんですけど、そこにですね、世界の米国と、まあ、世界におけるその PwC としてこの会計基準をどう解釈するべきかというのの専門部隊があるんですね。そこの中に、まあ、駐在に行って、海外のアメリカ人とかイギリス人のメンバーと一緒に会計基準の解釈とか の実務をやってくると。やって日本に戻ってきた後はやっぱりそこまで行くとですね、さっきの達人の中のさらに達人になるわけですね、もう世界でも数人しかいないぐらいこの基準について詳しいっていうレベルになってくるので、例えば日本の会計基準設定したですね ASBJ だとか日本会計士協会の中にメンバーに入っていろんなアドバイスしたりとか会計基準を作る中に入ったりとかですね、さらにこの一番上ですね、グローバルの会計基準解釈メンバーっていうんですけど、ビッグ4とかですね、ですと会計基準はどう解釈するべきかっていうのをグローバルで統一した本を出してるんですね。その本の中の著者になったりしますという形で、世界の会計基準を決めるような立場になっていくっていうのがキャリアとして1個あります。これどちらかというと学者型に近いですね。ちなみにさっきの1個前が、まあ、いわゆるクライアントサービスプロフェッショナルっていう人では出来上がりの道になるかなと思うんですけどね。これはもうここからするとさらにその後大学の先生とも当然いろんな交流が出てきますので、後で例えば退職後とか途中で退職して大学来ますとかですね、兼職で大学の先生もやりますというような話があったりします。それからですね、これ3番目、あれもこれも型、これすいません PwC ではあり得るんですけど、他 の会社だとどうなるかわからないですけど、これまあ、わがままな人いるんですよね、いろいろやってみたいと。これ私の実例なんですけど、まあ、最初ですね、一緒に監査やってました。これ私の後輩の例ですね。監査やってたと。監査を4、5年やって、ちょっと監査飽きたなと。なんか、ね、久保さん違うことをやりたいんですよって言ったら分かってたと。僕 M&A 好きなんで M&A やりたいですって言って、この、ディールズって我々やってるんですけど、M&A のアドバイザリーをする部門にいたんですね。でも1年ちょっとぐらいずっとやってて、まあ、その先ほど言ったファイナンシングの勉強とかですね、どんな会社をどれぐらい買うかみたいな話をやってきてます。でまたある日戻ってきてですね、結構 M&A 分かってまたこの知識生かして監査やってみたいんですよね、まあ、しょうがないからじゃ戻ってこいって言って分かりましたとね。これ監査なんですけど、違う監査やってみたいのはこのゲーム企業の監査ですね、まあ、IT 絡みですけど、まあ、ちょっとその頃ゲームが流行ってた頃で、ね、じゃ まあ一緒にやるかって言ってゲーム企業の監査やりました。これも1年にやったらちょっとまた違う世界見てみたいんですと、今度は数字を作る側に行きたいんですって言ってですね、分かったんです。じゃあどこ行くって言うんで、これ一般企業の出向行きます。これ商社だったんですね。商社の出向に行って商社の中の経理として3年間ぐらいですね、本当の連結の経理ですね、財務省を作る側での経験を積みました。で作って3年ぐらいしたらもうだいぶこちらもですね飽きたので、そろそろまた監査戻りたいんですって、また戻ってくるわけですね。またかと、またかと思って、でじゃあまあ分かったっつって、もうねまた一緒にテクノロジー企業の監査って、まあいろいろこうテクノロジー変わってきてですね、商社もいろんなところ手出すから大変だよねって話をしてたら、今度どこ行くかって、今度カナダに駐在行くって言い出してですね、まあ、日本だいぶ経験したから海外見てみたいんですって言ったら海外行きます。
このなんか自由自在で、ちなみにこの人はあの結婚して子供3人いるんですけどね、まあそれでも好きなことやれと、ね、でも私はこういうのすごいいいなと思ってまして、プロフェッショナルらしいじゃないですか。結局これになっても会社も関係ないですよね。ただ自分の希望と自分のスキルとそれがあるだけですね。その2つの組み合わせでキャリアってのができていくことだと思うので、これ非常にまあプロフェッショナルじゃないとありえないやり方じゃないかな、生き方じゃないかなと思ってます。であと最後ですね、もうちょっと本当は自由なんで出入り自在型っていうんですけど、あのプロフェッショナル面白いことはですね、1個の会社、例えば PWC だったら出たり入ったりできるんですね。これ実は2人分重ねてるんですけど、最初監査やってましたと。監査を5年ぐらいやってたですね、ちょっと私あの、フラダンスをやりたいと、フラダンスを趣味でもうちょっと極めてそこに時間使いたいのでやめますって言って、まあじゃあねえなっつってやめたんですね。一般企業って時間が取れるのでフラダンスやりますって言って、分かりましたって言って、結構あのなんだっけ、Facebook かで、たまにそのフラダンスの写真とか送ってくれたりするんですけど、で3年ぐらい経ってふとやっぱちょっと戻りたいんですと。監査もう一回やりたくなったんで戻らせてくださいって言って戻ってきてですね、今度あの結局その一般企業フラダンスから、PWC の中でもフラダンスという形に変えてですね、今、やってる方いらっしゃいます。もう一人はですね、これも一緒に監査やってたんですけど、友達と一緒に会社を起こしたいと、起業したいと。まあ当然ね、皆さん結構野心ある人だと結構起業したいという話あるかなと思うので、起業、友達と起業して、まあ、会計の知識あったんで、まあ、CFO ということで、友達が CEO で自分が CFO として会社立ち上げましたと。3年ぐらいやったらやっぱこれもあってですね、そろそろ戻りたいんですけどいいですかと。それもやっぱりそのなぜ外出てみるとプロフェッショナルファームでしか得られない経験っていうのがかえって見えるんですね、外から言うと。なのであの外行って初めて分かりましたんですけど、やっぱこういうことでもう一回経験積んで、まあ実はその後また外出るつもりなんだと思うんですけど、もう一回その監査とか含めて PWC で経験積んだ上で外で考えたいって話だったんで、ああ分かった、じゃあ戻ってこいって言って今一緒に仕事をしています。今の彼も今度はあのアドバイ監査もやるんですけど、アドバイザリー業務をやると。でその先まだ、まあ、どっか出ていっちゃうかもしれないなと思うんですけど、まあそれでもいいかなと。で結構ですね、日本もそうですけど海外も含めて出たり入ったりすると結構いるんです。例えばある会社の CFO をやってたのが、まあ、その会社に対するサービスをするような、ところの、 あの部門ですねやってる場合もありますし、あるいはうちの会社の中のパートナーが他の会社の、経理の、まあ、CEO とか CFO になるとかですね、まあ、管制役なのはあるんですけど、それ以外のケースもいっぱいあったりしますので、プロフェッショナルファームは先も元に戻りますけど、まあ、自由で独立してるのでこういう生き方ができると。ということで、すいません時間が40分というので1時間喋ってしまいましたけど、PWC、少なくとも私が言えるのは、今みたいな、自由な生き方ですね、プロフェッショナルとしてありたい、プロフェッショナルらしい生き方、それができますし、かつそれをする人を大切にする組織だと私としては思ってますし、まあ、そういう生き方、そういう仕事の仕方ですね、実際あのさっき あのあれもこれも型みたいですね、人生でも1回ですからね。2回やる人いないですから、1回の人生なんだから M&A もやってみたいし、一般企業の経理もやってみたいってあると思うんですよ。だったらやってください。自分のプロフェッショナルとしての生き方が、それは自分で選びましょうということが私はすごく大切だと思いますし、私自身そうしたいと思いますし、それを共感できる人、そこで我々 PWC の中でですね、そういうのがある意味夢ですよね、夢を一緒に追いかけたいなと思う人と一緒に仕事したいなと思いますので、まあ、ぜひですね、またあの、皆さんぜひ勉強されてですね、合格の暁には、お話ができればと思います。すいません、じゃあ長くなりましたが、どうもありがとうございました。はい、久保田様ありがとうございました。それではですね、お時間の方まだございますので、ただいまより、質疑応答の時間にさせていただきます。まあ、ただいまの講演を聞きまして、ご質問ある方いらっしゃいましたら、挙手の方をお願いいたします。はい、どうぞ。はい、ただいまの質問は、久保田様が、まあ、テクノロジーの分野の方に興味を持たれて、まあ、監査の方のお仕事に就かれた、まあ、きっかけといいますか、どういう経緯で、そちらの方の監査をやるようになったかということについてのご質問でございます。じゃあお願いいたします。そうですね、あの私が入った96、7年という頃はですね、あの半導体が非常にまだ強かった頃だったんですね。で、会計士やるときに一つ思ったのは、やっぱ大企業を見てみたいなと、日本の経済の根幹を動かすような企業を見てみたいなって話になったんですけど、その時に選んだのはやっぱ半導体企業だったんです。で、半導体企業をやってると、半導体ってやっぱ IT の基幹なんですよね。
最初は当時だったらまだパソコンだったんですけど、パソコンの話になり、でもそれがメモリの形が変わって携帯電話になり、それがだんだんタブレットになりスマホになりって話で今に至っていることなんですけど、やっぱり私の最初は自分に興味がある業界ということで半導体を選んだことから今テクノロジーということにつながっています。でやっぱりですね、産業の話でなかなか興味のない業界を勉強するのつらいんですよ。自分が面白いなと。で半導体面白いかっていう議論もあったりするんですけど、半導体新聞とあったの知ってます？知らないですよ。あるんですね。結構その業界だと業界新聞があってですね、毎日当時ですけど、毎日DRAM っていうこうメモリの値段が載っててですね、今日はいくらだったんだみたいな話が知ってるんですけど、まあ、そんな話を見て喜んでたのが、まあ20年前ですかね。でそんな話から始まって、でもどこに使われるんだって話をしていくと、だんだん広く IT の話になってて、今この業界にいるって感じかなと思います。なので興味ってことかなと思いますね。はい、ありがとうございました。他に質問ある方いらっしゃいますか？はい、どうぞ。はい、ただいまの質問なんですけども、監査法人いろいろなホームページを調べてみても、あまり監査法人ごとの違いっていうのがよくわからないということで、まあ、PWC さんの特徴といいますか選び方っていうところについてのアドバイスをいただきたいということなんですけども、お願いできますか？その話よく聞かれるで、実はパートナーの研修の中でもいかに他と差別化するかみたいな話があってですね、なかなか難しいのはあるんですけど、一つ我々少なくとも新たな PWC で言えば、違うのが名前の中に英語入ってるのは僕らだけなんですね。なので、PWC ってそのまま入ってるってことも、よくも悪くも、海外との結びつきが非常に強いです。で英語とか使う機会もしょっちゅう頻繁にありますので、社内にいて法人内にいて英語を使う機会というのは非常に多いので、そういうところの海外との距離感というのは一番近いかなと思います。あとはうちの法人でいうと設立からの年次が若い10年なので、これいい面悪い面あって、ちょっとベンチャー的なところがあってですね、こんな制度なかったのかとかですね、話があったりするところがあって、不十分なところもあったりしますけど、逆に自分たちで組織を作ったりとかですね、やり方を作ると、しがらみとか看護がまだ全然ないので自分たちで作るというところが大きく違うかなとは思います。でもこれもまた難しいんですよ。ホームページとかだけ見てたら分からないと思うので、私のおすすめは実際いろんな、説明会とかあると思うんですね。説明会とかオフィスツアーとか座談会とかあると思うので、行ってそこの方と現場の方と話すのが一番いいと思います。いろんな会社の方と話して、この人みたいになりたいなとか、この人の仕事の仕方楽しそうだなと思えば多分そこが合うかと思います。なので、うちはさっき言ったように何でもやりたい人自分で何かやりたくてっていう、でも組織に縛られたりするのが嫌いな人が比較的多いかなと思うので、そういう自由な仕事したいなっていうところだと、私うちは非常に仕事がしやすいかなと、いわゆるその仕事以外の一般的にストレスがなくてですね、仕事ができるんじゃないかなと思うので、そういうところがある違いといえば違いかなと思うんですけど、なかなか言葉とかで表すの正直我々も苦労してるぐらいなので難しいと思いますので、会って話してみていただくっていうのがいいかなと思います。はい、はい、ありがとうございました。他にご質問ある方いらっしゃいますか？はい、ただいまの質問、入った後ご自分の自分自身の希望が実際叶うものなのかどうかっていうところについてのご質問でございます。じゃあお願いします。これはちょっと法人さんによって違うかと思いますので、私どもの例でいきますと、基本はうちは叶いますとか、全て基本、希望から始まるので、あんまり業務命令であなたは何をしなさいってことがないんですね。私自身も例えばですけど AI 監査研究所っていうのがやってましてですね、 AI 監査研究所の立ち上げを10月にやって今副所長やってるんですけど、それ今に至るまで、なんだ AI 副所長に人数みたいなですね、業務名見たことないですね。勝手にやって勝手に名乗って、一応名刺に書いてありますけど名乗ってるってだけなので、うち全てがそうで、海外駐在も含めて、希望です。何やりたいですかと。でそれで当然本人のタイミングがあったりするわけですね。もうちょっと
もうちょっと経験積んだ方がもっといい話ができるんじゃないということは当然あると思いますので、そういうのはキャリアアドバイスがついているんですね。キャリアコーチ、我々で言うとコーチって言うんですけど、コーチがついて、大体、新人の人だとマネージャーの人がついて、あなたはこう今こういう状況でこういう経験積んでるからこういう仕事をするといいとかですね、こういう仕事経験積むといいんじゃないかって話をして、そのコーチと話して行き先を決めています。ただ実際決まった後はかなりの確率で、移動の希望はほとんど通ってますね。なので、我々、監査からアドバイザリー行く人もいますし、逆にアドバイザリーから監査に来る人もいますし、監査の中でも、製造業やってた人がいきなり金融業行ったりとかですね、役もあったりします。ちなみに、そもそも入るときからそうで、入るときも希望を取ってます、新人の方ですね。どの業種、我々の業種によって専門性を磨くために業種別に分かれてるんですけど、どの業種の部門っていうのを全部希望を取ってまして、去年は基本全員希望通りの部署を配置してますね。なのであくまで、希望は叶います。なのでむしろ希望を持ってもらうってことが我々としては一番重要かなと思ってまして、持った以上は叶えるようにしているというのが我々として組織として取り組んでいます。はい、ありがとうございました。他に質問ある方いらっしゃいますか？はい、ただいまの質問、長期休暇は連続でどのぐらいの期間取れるかどうかというところなんですけども、よろしいですか？はい、はい、なんだろうな、長い人って1ヶ月ぐらい取ってるんですかね。基本アソシエイト、最初のレベルでの、有給取得率って 100% 超えてるんだっけな、なんか1回見たらデータで 100% 超えててどうやって出るんだって話になったことがあるぐらい休暇取るので、2週間以上、別に3週間4週間取る人もいます。4週間はさすがないから3週間ぐらいは結構いますね。海外旅行あちこち行きますとかねっていう人がいるので、そういう感じ。私1年目の時3週間休み取ったんですけど、悪くですね、取った初日に盲腸になって入院して2週間入院してたので、結局何だったんだじゃありません、国内旅行みたいな感じになりましたけど、そういうような例外として、結構もともとさっき言ったように英語とかで、好きな人が結構多いので、海外旅行に2週間3週間行きました人は、います。なので、もちろんその自分で判断してじゃあどこまでしようかって決めますけど、上限はないですね。休暇はそういう意味だ と,、20日の通常休暇と5日のプラス休暇か、25日あるので、2週間3週間取る人もいますし、5週間というのはさすがに聞いたことないですけど、取れますね。だから、大抵仕事が時期的には、夏6月とか9月が比較的休みやすい時期ですね。あと年末年始12月とかなので、そこでまとめて、2週間3週間取ることが一般的かなと思いますね。はい、はい、ありがとうございました。他にご質問ある方いらっしゃいますか？ちょっとじゃあ私の方からちょっと先ほど講演 の, ケースの話で、企業への出向のお話がちょっとあったんですけども、実際にその一般企業ですとか観光庁なんかへの出向っていうのは、何かこう行ける人の条件みたいなものがあったりですとか、なんかどのぐらいこう人数が決められているものなのかどうかっていう、ちょっとその辺がよく一般的には聞いた、なかなか伝え聞いていないところだったので、その辺ちょっとお伺いしたいなと思うんですけども、よろしいですか？これも実はさっきと同じ話で希望になっちゃうんですけど、大体企業からですね、こういうところに行きたい希望がありますって話があるんですね。通信企業の何々市にで、経理の募集してるんだけど行きたい人って話で、それを公募して手を挙げた人がじゃあ行くって話で、条件が合えば行くっていう感じですね。で、枠は何人かというと、正直それケースバイケースで、定期的に決まってるのがあるんですね。例えば公認会計士協会の出向とか、ASBJ とか、そういうその公的機関の出向というのは毎年2人とか3人とかっていうのは枠が決まってるので、それはもう順番で交互で、これもまたでも希望者で行くような形になりますけど、それ以外のところの一般企業出向は本当にその話があれば、手を希望者の人は行くというような形になってますので、特段その枠とかなくて、希望する人と企業側のニーズが合えば行くような形というところかなと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。他に何か質問事項ある方いらっしゃいますか。はい、どうぞ。ただいまの質問はですね、こう入ってからのキャリアの、まあ、ステップアップの仕方について、まあ、理想的なステップアップの仕方みたいなものがあるのかどうかっていうところについてのご質問でよろしいですかね。はい、じゃあそちらお願いいたします。はい、ありがとうございます。まあ、私個人としては答えはないかなと思ってまして、例えばですけどずっと監査するっていうのもあると思うんですよね。そうすると時間は皆さん同じだけ流れてるじゃないですか。そうすると監査を行ってる間にアドバイザリー業務をやったとすると、やっぱりアドバイザリー業務をやってた人はそのアドバイザリー業務しか得られない経験でも当然得られます。でも同じ時間に監査をしてたわけなので、そこでアドバイザリーに行った人では得られない経験してるかもしれないですよね。なのでどういう組み合わせが自分として楽しいか、もう楽しいって言い方なんですね、やりたいかっていうことによって答えが変わってくるかなと思ってます。でいろんな人、まあ、先ほど20年見てきて、いろんなキャリア皆さん積んでますけど、正解のキャリアってないんですよ。正解も失敗も結局やりたいようにやってきた結果として積み上がってきたっていうのがご自身だと思いますので、むしろこんなことやりたいって言っていっぱい持っといてもらって、それで選べばそれが正解だと、なんかちょっとまともりすぎてるかなと思うんですけど、私は本当にそう信じてます。はい、ありがとうございました。他にご質問ある方いらっしゃいますか。ただいまの質問は、まあ、受験生に対するアドバイスとして、まあ、勉強中にこういうことをやっといた方がいいですよっていうお話があればお聞きしたいということなんですけども、はい、お願いします。そういう意味では、実際の世の中の動きに興味を持っていくってことかなと思うんですね。こういう自習室とかで1日勉強してると新聞も何も読まないで終わっちゃうじゃないですか。でそうして、確かに会計基準とか監査とか詳しくなるかもしれませんけど、実際に世の中、まあ、監査とかですね、アドバイザーでも始めた後にやる仕事って生きてるビジネスなんですよね。そうすると興味がないものビジネスだったら勉強ならないってさっきお話しましたけど、その世の中で自分が一番関心引かれるなんだろうっていうところに対しての感度を上げておくっていうのはすごく重要だと思ってます。やっぱり、さっき言ったパートナートレーニングでニューヨーク行った時言われたのは、君たちはプロフェッショナル、確かに監査のスペシャリストとか、システムのスペシャリストとか、それはそうだろうと、でもその前にビジネスエグゼクティブであれって言われたんですね。良きビジネスエグゼクティブ、社会のことをよく知り、それぞれのビジネスのことをよく知り、その行き先に対して自分なりの意見を持っているか見識を持っているか、それがまずあってから初めていいプロフェッショナルになれると思いますので、勉強するときにそれを忘れないでいただくのが一番いいかなと思いますし、それがないとモチベーションわからなくないですか。なんか勉強だけして、まあ資格取るのが好きな方もいらっしゃいますけど、資格取ってじゃなくて資格使うものだと思うんですよね。だとすると何に使いたいかってことを自分として思うとこと、それって別にお金かかるわけじゃなくて、まあヤフーニュース読むだけでもいいかもしれないですね。ヤフーニュースでも日経でもいいと思うんですね。あるいは新聞で、なんだ、新聞か、そこら辺のいろんな中吊り広告までもいいかもしれないですね。世の中って今どう動いていて、そこのどこを自分は良くしたいと思ってるんだろうというところに関心があるかどうか見えると、先ほどのお話になるとつながりますけど、自分が何やりたいかが見えてくるんだと思います。そしてやりたい子に対してキャリアを積み重ねて自分を磨き上げていくということが、その先のステップなんかなと思いますので、やっぱその社会への関心を失わないでということが私としては一番メッセージかなと思います。はい、ありがとうございました。他にご質問ある方いらっしゃいますか。はい、どうぞ。はい、ただいまの質問なんですけども、菅さんの、人気業界と、まあ、ちょっとそうでない業界っていうところについてお伺いしたいということなんですけども、よろしいですか。これ実はすごい難しい質問ですね。例えばですね、なんだっけ、テレビでですね、メガバンクの話をすると銀行の部門が急に人気になったりとかですね、したりするんですけど、まあ話しやすいのがやっぱテクノロジー、まあ、自分の部署の話をしてるんですけど、テクノロジーは比較的人気が集まりやすいかなと。まあうちでいうと LINE さんとかで監査してたりするので、こう分かりやすいというところがあったりするかなと。でどちらかというと今少し、まあ、
人気がないというよりかは、そのわーっと一般的に集まりにくいというのが、まあ、いわゆるベーシックな監査するところ、まあ、製造業の基本みたいなところというのがあったりすると思うんですけど、ただ今後おそらくそれ結構変わってくるかなと思ってて、よく話するんですけど、最近業種間のそこのつながりっていうのがいろいろ変わってきてですね、例えば電気自動車ってあれ自動車なのかハイテクなのかってよく分からないところありますよね。自動運転になっちゃうと、自動運転やってる会社って Google じゃないですか。 Google って自動車業界って言っても違いますよね。そういう感じでいろんなこうつながりが出てくるので、おそらくその時々によって変わってくるかなと思います。今この瞬間と、まあ、ここ1年っていろんなテクノロジーの話が非常にこう、まあ、言葉として飛び交っているので、テクノロジーの業界が、まあ、注目を集めやすいですけど、その時期例えばだからこの秋になったらまた違う話になっているかもしれないので、去年の状況だとそういうところだったかなと思います。はい、ありがとうございました。他にご質問ある方いらっしゃいますか。はい、ただいまの質問なんですけども、英語の、まあ、語学力を身につけるのは、会社の方で研修制度等があるのか、それとも、まあ、個人でスキルアップを図るように皆さん研鑽されているのかというところについてのご質問でございます。それではお願いいたします。まずよく聞かれるのがですね、PWC は帰国子女しか入れないかみたいな質問されるんですけど、そんなことは全くないです。逆にちょっと結構こんな英語の点よく取れるなっていうのが取れてくる人が入ったりしますけど、まずですね、英語を使う機会が非常に多いので抵抗感がなくなるんですね。特別感で、あと仕事の中でも普通に英語を使う機会結構あります。でこれ大した話ではなくて、売掛金をアカウントレシーバブルと呼ぶかどうかぐらいの話なんです。でこれ今最初に、ね、見たらアカウントレシーバブルって何って思うかもしれないですけど、5回聞きゃみんな分かるわけですよ。でなんか略していつもか AR とか言ってたりしますけど、で実際、まず仕事に関する英語は仕事をしていると自然に身につきます。我々の中だと仕事がさっき言った日本基準、米国基準、国際基準の仕事が入り混じって入りますので、自然に英語の関連の仕事をやることになります。そうすると問題ないかというと、スピーキングとかリスニングの話をするときなんですけど、結構海外とのやりとりが非常に多いんですね、仕事。あとうちの中にもパートナーとかマネージャーで外国人の人いっぱいいますので、そういう人と一緒に仕事をしたりするんです。で当然最初分かんないことが多いと思う。でそれに対して法人として語学の研修のプログラムもあります。あと語学学校の補助もあります。ですけど実際そこに行ったからだけで英語力つくかというと、やっぱそうでもないですよね。実際の現場で苦労して英語で監査調書を書く、まあ、たまにあったんですよね。監査調書を書いたりとか、アメリカ人のですね、マネージャーに対してですね、英語でこういうのを説明したりとか、そういうのを積み重ねていくと本当の意味で使える英語が身につくと思ってまして、うちの中だとそれが一番機会として多いかなと。なので、そのいわゆる勉強としての英語の勉強 とあと個人としてのその、まあ、自習やる話と、あとは実務の仕事での経験、その3つの積み重ねで皆さん英語力を回しているかなと思います。だいたいマネージャーですね、7、8年ぐらい見えるんだと思うんですけど、ぐらいになると、まあ、英語での電話会議とかメールで英語でメールをやったりするのは普通にやらざるを得ない状況になるので、皆さんそれなりに使うような感じになってます。はい、はい、ありがとうございました。それではそろそろお時間になりましたので、質疑応答の時間についてはこの辺で終了させていただきたいと思います。本日は久保田様ご講演の方ありがとうございました。皆様拍手の方をお願いいたします。